インベ神社は、徳島県吉野川市山川町、インベ山にある神社である。式内社の論者で、旧社格は孫社。なお、地名の山川町は、尾江郡、山瀬町と川田町の合成地名である。明治以前は、天日和死神社と称せられた。なお、皇述するように、王子権限の境内に祀られていたため、近世には王子権限とのみ記されてきた。 演技式神明朝の、インベ神社の中期に、アルゴを絵神、アルゴ展示ツアー天はし神とあり、お絵神、別名展示ツアし神であることがわかるが、現在の祭神は、以下の通りである。旧山崎村蘇儀に鎮座する以下の七社を、境外拙者としている。古こ,こ周囲の作り祭祀具、インベの段に、雨の太玉の命の孫神であるアマねふ、命が、 国の木や草を植えるのに適した地を求め、日和しい命の,の孫を率いて、阿波国にいたり、定巡した阿波のインベ氏が大城祭に、木綿や麻布などを奉納するようになったと記すが、以後も大城祭には、同志の織った新た営業意を献上するのが常であった。また、当神社広報の黒岩と呼ぶ山腹に六世紀後半の築造と、見られる五季の円墳からなるインベ山古墳群があり、 これは六世紀前後に忽然と現れたもので、当地に移住してきた、氏族集団があったのではないかと指摘されている。社殿によれば、神武天皇2年2月25日に、阿波のンベ氏が祖神である、天日和氏命を祀ったのに始まり、元は上術、黒岩に鎮座していたと伝える。古来から、氏神として、阿波ンベ氏から、また、大道元年には、 呂布二十個が当てられていたので、朝廷からも損数されただようであるが、詳しいことは不明である。社記によると、中世には、文治元年に、河野通信が、長江の立を奉納し、八島の戦いに際して、源義経や那須与一が、戦勝祈願に立や弓矢を奉納。翌々文治三年、田口成義が、源頼朝の命で坂東を、板西、阿波 三好の四軍から、田畑船長を咲いて、極領として寄進したと、武士からの数形を伝える。また、山崎隠部神社の木なる、社記によると、大英年間に地震によって、現在地へ崩落し、現在地にあった王子権限の傍らに少子として、祀られるようになったという。以後、永六三年慣礼 細川さぬき神が極良田畑を安堵すると、三好長春もこれを襲ったが、長宗壁も土地下によって廃止され、平乱による後輩もあって衰退していき、半世紀になると、その所在すら不明となるに至った。また、教法十二年には、守護神社の総運民部という神職が、当社神職村雲勝太夫を放築して横領し、原文年間には、同神社に隠部神を、 平祭りするようになり、その子である式部が総論を恐れて、当神社を焼き払ったが、旧山崎村村民の請願により、完成13年に、総運式部を罷免し、村雲勝太夫の孫娘に押しを取り、新職を継がしめたという。明治三年尊者に列したが、上述のように、近世以降所在不明とされたために、翌4年に、所在地不明のまま国兵中車に、 劣格した、四季内期部神社が、国学者、小杉温村の交渉によって、当神社に論定されたため、翌5年に、国兵中車へ昇格した。しかし、四季内期部神社を主張していた三間軍生丹産の御所、神社からの反論があり、同7年に改めて当神社を否定するという、大上官布告が出されたものの、その後も激しい論争が続いたため、同14年に、 御所神社を、式内木部神社に変更し、当神社は尊社に戻ることとなった。ちなみに、御所神社否定に対し、今度は、山崎側が反発したため、大城官による妥協策として、徳島市内に新たに創始されることとなったのが、徳島市二軒山町の原因部神社である。平成2年の大城祭では、徳島で栽培された朝から当神社境内でおった。 祖福が、徳島市のイン部神社の宮司を採取として神事が、行われた上で、長信された。また、令和元年の大城祭においても、三馬市小屋平で栽培した朝を境内で祖福に、折り上げ、長信している。歌唱二年に、十五石田が授けられ、上元元年に、大朝彦人と共に、十五位上に登り、元行二年には、聖五位下に、同七年には、 十四位下に累進し、演技のせいで、官兵大社に列して月次2位なめの両祭りに預かるとともに、名神大社にも列している。本殿は、霧妻作り大来りの板吹き屋根で、胸にち儀かつおを置く。胸札によれば、享法七年の増体にかかるものである。境内に、祖福式殿の跡があり、大城祭に際して、淡隠氏の光栄とされる三木氏が改えおった。 旗殿の遺跡であるという、ありがとうございます。